こんにちは、元気小学校教師の宮沢優です。学校で働く先生の皆さん、大丈夫ですか？腕は疲れてませんか？学校の教員にとって大きな仕事の一つ、丸付け。この丸付けって結構大変ですよね。毎日毎日毎日、来る日も来る日も来る日も丸をつけなきゃいけない。俺は丸付けをするために生まれてきたんじゃ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 ん、なんて叫ばないでくださいよ。でもそんな風に叫びたい気持ちはわかりますよ。今日は丸付けに最適なペンを紹介したいと思います。この動画を見ていただくことで、先生方の仕事がちょっとでも効率よく進めばいいなと思っています。それではよろしくお願いします。早速紹介したい採点に適したペン、それはじゃじゃーん、じん、これ、ご存知の方も多いのではないでしょうか。そうです、これプラチナペンという会社が販売している採点ペンのことです。今からこの4つに分けて、プラチナペンの良さ、使いやすさを紹介させていただくんですけれども、あ、ちなみにね、これ僕プラチナペンの回しもんじゃないですよ。宣伝してるわけじゃないんでね、勝手に個人的な意見を述べているだけなので、何の回しもんでも何でもありません。4つのおすすめポイントを紹介させていただく前に、まずね、プラチナペンっていうのがどういうものなのかっていうのをご紹介させていただきたいと思います。先ほどもね、お見せしましたけども、こんな感じ、まあ手のひらサイズぐらいですね。でポチッとキャップを取ると、普通に芯が赤くなっていって、でこれ何がいいかっていうと、分解をしてその都度その都度こうインクを補充できるんですよね。これ今日ね、さっき入れ替えたばっかりで、ほぼ満タンに近い、とかほぼ満タンです。インクがなくなったらこれを、入れ替えて、差し込んで差し込んでということで、もう半永久的に使えるということですね。さらにね、使っていくうちにこのペン先がですね、どんどん丸まってきて、細い字が書けなくなってくるんですよね。これもね、交換すればいいわけですね。ちょっと、ね、取れますよ、ほら、結構簡単に取れちゃう、こんな感じ。別にね、ボタボタボタってインクが落ちてくることもありません。このペンとね、インクとこのペン先は別売りなので、別々にか、ちょっとね、赤く汚れちゃった、別々にね、買う必要がありますが、ということです。こういうふうにバラバラに分解できるっていうことですね。まあ、プラチナペンね、一応こんな感じです。じゃあこのペンを使うことで、いかに仕事が効率的に進むようになるかということをお伝えしていきたいと思います。じゃあ1つ目、見やすい、じゃん。今ここに載っている写真はですね、漢字の宿題、漢字のノートの写真になります。右側にですね、花丸グッド136と書いてありますね。左側にも花丸グッド138と書いてありますね。ここでちょっと数字おやと思いますね。137が抜けていますね。これ実は真ん中にね、花丸が書いてあるんです。ちょっと見えにくいんですが、真ん中にもきちんと花丸が書いてあって、グッドも書いてあって、うっすらね、137って書いてあるんですよね。これ見えにくいですよね。これ真ん中に書かれている花丸がですね、これいわゆる市販されている、赤ボールペンで丸付けをしたものになります。丸付けしてる瞬間はですね、担任にとってはさほど気にならないんですが、こうしてね、担任の丸付けが終わって帰ってきたものをこう開くと、子供にとってはね、非常に見づらいんですよね。赤ボールペンで書いた字は非常に見づらいということです。ですからね、今回紹介させていただくソフトペンのようなややね、太めの方でインクがしっかり乗ってくるペンの方が、子供たちにとってはとても見やすいということになります。ちなみにですが、余談ですが、この漢字のノートのね、勉強の仕方ちょっと気になりますよね。上に何やらいっぱい紙が貼ってあるし、なんか子供がもうなんか自分自身で漢字の丸付けなんかちっちゃくねしてあるし、花丸だけでいいのに花丸の下にグッドが書いてあって、このグッドの意味って何なのか、またその下にあるこの数字って一体何を意味しているのか、これはですね、今ここでちょっと紹介させていただくとあまりにも時間がかかってしまいますので、まあまたどこかの機会でできたらいいかなとは思うんですが、子供たちね、びっくりするほど漢字の書く力が向上します。
どうでしたか？やっぱりボールペンとサインペンではもう全く見え方が異なりますよね。ボールペンで赤丸をするっていうのは子供にとっては非常に視覚的な支援にはなりにくいということになります。やっぱり子供にとっていかに見やすいか、そういう視点でペンを選んでいただきたい。何もねプラチナペンである必要はなくって、ペン先がやや太くってきちっと色が紙に乗るものだったら見やすいのでね、何でもいいと思います。続いて2つ目、サインペンの良さ、それは疲れない、強い筆圧で書く必要がないということです。ちょっと書きますよ。でね、強めにね、結構力入れてインク乗せますね。いきますよ。いきます。グッと。はい。かなり今力ね、入れて書きました。続いてその下に、あんまり力入れずにね、さーっと書きますね。さーっと。あんまり変わらないんですよね。これほとんど変わりがないんですよ。つまり強い筆圧と弱い筆圧であんまりね違いが出てこないんですよね。はい、一方ねボールペンでもやってみたいと思います。ちょっと強めに書きますね。いきますよ。グッとちょっとごめんなさい、ちょっとインク切れてました、これすいませんちょっと違う色で言っていいですかハプニングすいませんねこの下に行きますねはい、強めに書きますよ。グーッとグーッと書きました。その下にね、じゃあ次力弱めにさっきと同じような感じで書いていきますね。はい、書いてみました。やっぱりね、力入れた方は濃く色が乗ってますけれども、筆圧弱い感じ、筆圧弱く描いた方はあんまりね、色が乗らないんですよね。上のサインペンの筆圧の弱い時、ボールペンの筆圧の弱い時でちょっと比べてみてほしいです。今ね、ここね、これ A としましょうか、これ B としましょうか、これちょっと見えないな、このね A と B ね、同じ力で書いてるんです。明らかに A の方が見やすいじゃないですか。っていうことはやっぱりね、筆圧弱く丸付けができるのはこのサインペンの方なんだということが言えると思います。続いて3番、量がどれぐらい長持ちするのかということです。これはね、感覚でしかわからないんで、僕正直ごめんなさい、わかりません、わからないので、今ここで実験したいと思います。僕ね、この YouTube の動画の中で嘘だけは絶対つかないって決めてるんですよね。だからこのね、サインペンの量が一体長持ちするのか長持ちしないのかっていうのはよくわからないし、そんなものはボールペンと比べたこともないから、どっちがいいとかどっちが悪いとかよくわかりません。結論はですよ、結論は僕このプラチナのサインペンをおすすめするんだけれども、おすすめしたいんだけれども、量に関してはよくわからないんで、そこに関しては今から実験します。じゃん、実験に使うものはこちら、スケッチブック、お絵かき帳ですね。ちょっとね、息子から借りてきました。1ページだけ貸してって言ってね、今からこのお絵かき帳の1ページをこのサインペンで塗りつぶしたいと思います。塗りつぶした後に一体どれだけインクが減っているのか、あるいは減っていないのか、見ててください。
なんかね、ちょっとね、塗るの上手くなってきました。あんまり隙間なくね、効率よくね、できるように。こんなのも上達してくるんですね。よし、あとちょっとだ。終わったー。無事終わりました。なんだこりゃ、気持ち悪い。頑張った、ね、気になるね、インクの減り具合なんですけど、ちょっと見てみましょう。最初はどれぐらい、5、6ミリ減ってたかな、インクが。あっ結構減ってるいやちょっとね、あれおかしいな。僕のね、今日の動画の計画では、こんなに塗ったのに、こんなに塗ったのに全然減ってないじゃないか、やっぱりこのプラチナでいいぞって、ちょっとね、おすすめできるかなと思ってたんだけどね、結構減ってるいいね。あ、でもこれがガチだよね。これでもこれが本当だよね。嘘つかないから、僕はね、量は、結構減るみたい弱ったな。続いておすすめポイント4つ目4つ目っていうか3つ目っていうか実はね、プラチナのペンには裏技があるんです。このサインペンにはですね、別売りでこのペン先とかインクが あるんですけれども、違うインクも購入することができるんです。で、一応このソフトペン用として売られているのが、黒なんですよ。黒いインク、このペンに黒いインクを刺せばペン先が黒くなって、黒ペンの出来上がりということになりますが、あんまりそんなたくさん黒ペンを使うっていうことはないんですよね。むしろ他の色使いたくなりませんか？そう、ありますよね、青ペン。ところがね、残念なことにこのソフトペン用の青インクっていうのは売ってないんですよ。にもかかわらず、僕は、ほら、これね、ちょっとデザインが違うんですけれども、こっち黒でね、こっちスケルトンなんですが、中のインクね、これ青なんですよ。ちょっとわかりにくいかな。ちょっと塗ってみますね、これ。出た。意外に量食うやつ。見ててくださいよ。ほら、青いんですよね、これ。うまく見えるかな、青ペンなんです。でもね、プラチナの会社からは青インクは発売されていないんです。ところが僕は青インクを持っている。これは一体どういうことなんだ。じゃん、これね、実はね、サインペン用の青インクではなくて万年筆用の青インク、これが売られているんですね。こんなの、こんなやつね。僕は赤ペンだけじゃなくって青も結構使うんで、青ペンがどうしても欲しかったんですよ。で、このプラチナのカタログを見ている時に万年筆用の青い替えインクがあることを知ったので、これ使えるんじゃないかな、どうなんだろうと思ってね、ちょっと自分でね、購入してみたんですよ。で、このサインペンに恐る恐るこうつけて書いてみたら、書けるんだよね、これ。ただね、かなりね、使い慣れてくるとこの違いがちょっと分かってきて、赤ペンの方がね、若干ね、こうペンがね、ペン先が滑らかでね、走るんだけどね、青ペンの方がね、若干こうちょっとブレーキかかる感じはあるから、書きやすいわけではないけれども、まあ初めて使う人にとってもほぼ分からないぐらいの違いだと思います。はい、それでは今日は学校の先生たちが使う採点ペン、ソフトペンのおすすめをしてみました。サインペンならどの会社のものを使ってもいいと思いますが、僕はこのプラチナペンを10年間ずっと愛用しています。
何より子供にとって見やすいっていうのが一番大事。そして手が疲れない、さらにですね、使っても使っても量が量は結構減った。これ痛いね、これ痛い。さらに、ね、青インクも発売されてるっていうことでね、この使い回しができる、汎用性があるっていうところに素晴らしさがあるんだと思います。いやちょっとどうなんだろうね、今日の動画はね。ハプニング動画でした。よければ参考にしてみてください。それでは今日はこの辺で。にもかかわらず、じゃーん。